でちょっと戦術的なやり取りをせっかくだからホワイトボード使って、まあ事前情報としてちょっと皆さんにシェアしようかなと思います。ですね、どっちか、サンズのディフェンスと、あ、じゃあサンズのディフェンスをこう前半と後半で何を変えたのか。前半結構やられたよね、サンズ。確か10点差以上ついて、もう結構コテンパン、まあコテンパンっていうほどの点差ではないけど、内容的にはもうこれレイカーズ圧勝なんじゃないかってぐらい、レイカーズムードだったよね。なんだけど、3ピリで追いついたわけよ。じゃあその前半と後半で何がサンズのディフェンス変わったのか、どうアジャストしたのか。だけど今日サンズ、まあ、今日というかまあ常にやってるやつなんだけど、このピックアンドロールのプレーあるやん。ピックしますって、邪魔だな。ピックしますっていうプレーで、これでレブロンとかがドライブして、でドロップするんよ。でドロップするんだけど、まあ AD もダイブしてくるよね。でデビン・ブッカーが引っかかって、レブロンがフリーっていうかドライブ仕掛けてきて、で AD もダイブしてきてって。でこの守りに対して、まあいわゆるこう五分五分、こうロールマンとハンドラー共に守れる、1人で2人を見れる、このちょうど真ん中の位置でドロップしながら、こう AD にパスが来たらヌルキッチが寄って、レブロンがそのまま突っ込んでくるんだったら、レイアップ防いでみたいなっていうディフェンスを前半やってたんだけど、やっぱりレブロンと AD はね、NBA の中でもトップクラスのコンビなので、まあそんな簡単に止められるわけもなく、てか結構やられたよね。レブロンがパスフェイクしてレイアップ決めたりとか、レブロンがそのままユーバンクスを一旦押し込んでからレイアップ決めたりとかで、レブロンにちょっと意識がいったら今度 AD のダイブでやられたりとかっていうので、こう1人で2人見るっていう ディフェンスをするにしてはちょっと相手が悪すぎるっていう、さすがにレブロンと AD を1人で2人見るっていうのは酷だよねっていうので、まあ、前半そこで結構やられてたのがあって、で3ピリ、まあ、ボーゲルこのままじゃいけないっていうので、まあ、ハーフタイムで何か考えてたわけだけど、おそらくね、俺の考察よ、別に答えが正しいかどうか分からんけど、3ピリ見たところ、今言ったこのピックに対してドロップは継続してたんよ。ドロップするよって。なんだけど、このさっき五分五分の比重で守ってたよねっていうのを、この AD とレブロン、どっちも見るようにしてたよねっていうのを、今度 AD を捨ててというか、まあ8対2ぐらいかな、比重で言ったら。気持ち8対2ぐらいで、レブロンの方に、意識を傾けてたのね。だからダイブに対しては、こうヌルキッチはそこまで見ることなく、レブロン重視で守る。まあ、あとはリーブスとかね。で後ろから、まあ、デビン・ブッカーが追いかけてみたいな。でまあもちろんそうするとこう AD がさ、このままダイブでパスもらってダンクシュートとかいかれちゃうから、この AD の動きに対しては、ウィングがもうペイント入れられる前にちょっとちょっかいかけようよっていう、まあ、これをすることでレブロンも止めれるし AD のダイブも止めれるしっていう、まあ、そういうアジャストをしたんね。で当然このディフェンスの弱点って、ウィングがフリーになるから、レブロンからリーブとかクリスティにボールが渡ったらこのままスリーポイントみたいな展開になりやすいわけよ。なんだけど、まあレイカーズってここがあんま入んないじゃん。去年からそれが弱点だったと思うんだけど、だからチームによっては本当ウィングの人がこうヘルプに出て、どうぞここ打ってくださいみたいなね、ディフェンスをやられることが結構あったんだけど、まあ今日のサンズも後半はそういうディフェンスに変えてて、だからレイカーズからすると、まあ4ピリのキープレイヤーは、まあいわゆるリーブスとかクリスティとか、まあああいうスポットシューターがどこまでシュートを決めれるか。だから八村ももしかしたらウィングにいてボールもらって、まあスリー打てそれが入るか入らないかみたいな勝負になるのか。で、もしかしたらというか、まあ、その結果全然入りませんってなったら、今度はレイカーズがアジャストしなきゃいけないから、じゃあウィングに選手を置かない方がいいよねみたいな。いわゆる今のこの状態だと、まあここにパス飛ばすわけだけど、八村がここから3打っても全く入りませんってなったら、じゃあまずここにいるのやめようよっつって、このピックアンドロール始まる時にもこの人がこうこのスペース開けるためにカッティングとかして、ですると誰も AD に対してこうね、カバーできない
なくなっちゃうから、まあ、下の人が出なきゃいけないんだけど、まあ、下の人が出ても AD だったら一回あったよね。3ピリもあの KD がヘルプ行こうとしたんだけど AD がそのまま思いっきりダンクかましてバスケットカウントになったっていう、そういう掛け合いがあってやり取りがあったんだけど、まあ、4ピリもそういうのが、見れるのかもしれないなっていう、はい、っていうのをまあ事前情報として、4ピリどうなったか見ていこうかなと思います。さあ4ピリ、スタートしまして、おお、ジャクソン・ヘイズが出て、あーごめん。でレイカーズのディフェンスの話するの忘れてたわ。で逆にレイカーズのディフェンス今日意識してるの何かっていう話なんだけど、サンズってハンドラーがめちゃくちゃターンオーバーするんだよね。特に KD なんだけど、でデビン・ブッカーもあの唯一の弱点がダブルチームされた時のこうパスの部分がちょっと多分他のスーパースターよりは弱いっていうのがあって、今日レイカーズはねひたすらダブルチーム、まあ、ハードショーというかスイッチというか、さあレブロンが速攻から、フリースロー獲得して、フリースローはちょっと飛ばしたいと思います。今度はグッドウィンがボール運んでからハンドオフでブッカーの1対1。そうね、今日はもうピックアンドロールっていうよりもワンオンワンのシチュエーションをいかにうまく作るかっていう、そういうなんかプレーやり取りの仕方に変えた方がいいのかもしれないね。そして早速1対1からブッカーさん3ポイント決めて85対85。さあスタックアウトからのダブルスクリーン、おお、八村合わせマジうますぎるな。コーナーからの合わせ極めすぎなんだよな八村。ステイするときと合わせるときのねメリハリがすごいうまい。あ、やっぱブッカー意図的に1対1仕掛けようとしてるんかな。4ピリ早速もう3回ぐらい1対1してるけど、ただシュート外れて3対2。うわ、レブロンらしからぬ、なんだそのなんだその速攻。レブロンとあろうものが3対2のシチュエーションでなんか中学生みたいな攻め方で、しかも打てないどころか相手に逆速攻を食らうって。さあスネークドリブル、あ、スイッチした。ヘイズだからスイッチできるだろうってことなんか。キックアウト、なんでそんな難しくするんだよレブロン。今日なんかレブロンらしからぬスキルすげえやるんだよな。どこだっけ、2ピリだっけな、3ピリだっけな、なんかピックアンドロールするときになんかエリゴをパンチストップでぶっ飛ばしながらなんか2ドリついてプルアップっていう、普段そんなプレーあんま見んぞっていう、なんかデビン・ブッカーみたいな動きしたり、今のもそうだけど、もうなんかバスケしすぎて普通のプレーが飽き始めたのか。 KD、 ほらここもダブルチーム、お、ここはうまくパス通したがグッドウィンのフローターが入らず、もうちょいこう外側でボールもらいたかったけどな。グッドウィンのその身長にしてはちょっともらいどころがゴール下に近すぎた気がする。もうちょい高ければジャクソン・ヘイズのブロック気にしなくてもよかった気がするけど。さあレブロンがポストプレーからフェーダーウェイ決めて89対87。ダウンスクリーン、あー、またやターンオーバーにならなかったけど、いやもう完全にハマってるもんなこれも。さあバックスクリーン、ユーバンクスを下げてから、あれでもちょっとユーバンクスの比重が3ピリより変わってる気がするな、まあ、今のはあんま引っかかってなかったからそこまで出る必要ないだろうっていう判断かな。3ピリはもっとハンドラーにこう比重を置いてたんだけどね。さあここもダブルチーム、やばい KD が、あー今度は何 KD、 あーまずい、サンズまた前半と同じような展開になってるぞ。ピックアンドロールしようとしてトラップされてミス繰り返して、でレイカーズに速攻食らって、これはちょっとボーゲルすかさずタイムアウトですね。いやマジダブルチームに弱すぎるなだから KD のポストプレーとかの方がいいんじゃないのこれ。なんでこんなピックアンドロールするんだろう、まあ、ポストしてもダブルチームされるからってことかな。でも KD ポストプレーのダブルチームをさばくのはすげえうまいんだよな。めちゃくちゃ練習してると思うし、まあ、ボールつく前に勝手に来てくれるからまあ余裕あるよね。ただハンドラーになるとボールついてからプレッシャーかかってくるから、まあ、なんならボールつかなくてもそのプレッシャーに負けたりしてるんだけど、ポストプレーさせた方がいい気がする。もうデビン・ブッカーには1対1、 KD にはポストプレーで、あとはダブルチームされるのを前提に誰をどこに置くか。例えばパサーからダブルチーム来るんだったらもうパサーの人をグレイソン・アレンにしてシューターにする、まあデビン・ブッカーでもいいけどにするとか、まあでも AD がね下から多分見てくるだろうから、まあユーバンクスがデッドローをうろちょろしながらコーナーにシューターを置くとかね、なんかそういうのをこうボーゲルは考えなきゃいけないような気がするけど、ポストにパス入れるときにもターンオーバーするもうじゃあ終わりよ、
そんなチーム絶対優勝できんって。ピックしたらダブルチームされて簡単にターンオーバーして、ポストプレーに切り替えようってしたらポストプレーにボールを入れるとこがターンオーバーしてって、もうどこの高校、その辺の中学生でももうちょいうまくパスするよ。まあでも NBA レベルでもねよくありますよね、ポストにボール入れようとして簡単にスティールされるって。だから昨日あのポポビッチが、今日だっけな、ちょうどあのウェンバンヤマにポストプレーをポポビッチが直々に教えてる映像があってすげえ可愛かったポポビッチ。ああそういう練習方法もあるんだと思ったんだけど、だからポストプレーにパス入れようとしてそれがミスるのってパサーの問題ももちろんあるんだけど、でもどっちかっていうとこう受け手の問題の方が大きいような気がしてて、ちゃんとシールしてないとかガイドハンド出してないとか。だから今スパーズ全く勝ててないけど、こうそれはウェンバンヤマのポストプレーのところでまずうまくいかないみたいなシーンも多分あって、まあ、ポポビッチはちょっとそこを改善しようと、まあ、この間の練習中に、まあ、直々に教えてたんだろうなっていう、まあ、そういう時こそティム・ダンカンの出番かなって思うんだけど、あ今ティム・ダンカンっていう発言はちょっとあれかダメかタイムリーすぎるか、失礼しました。はい、試合に戻りたいと思います、まあ、つまり動かない方がいいのかもな、もしかしたら今 KD が動いてるからやっぱ相手も動きながらディフェンスできる、そうなるとね抑えづらいっていうのがあるから。そうなんかね、あれなんか NBA でポストプレイヤーにボール持たせたい時のさ、なんかもらわせ方っていうのが俺今まであんま理解できてなかったんだけど、ここ 2,3 年で、あ多分そういうことなんだろうなって思えることがあって、例えばさ、こうウィングにボールがねここにありますと、でこの青の人じゃ、こいつが例えばエンビードだとするじゃん。で普通のポストプレーのさせ方っていうのは、エンビードを逆サイドに置いて、まず他の選手、例えばマキシーとかがエンビードにスクリーンかけて、でこの選手を引き剥がしていわゆるフリーの状態を作ってパス出して、ここで1対1、あのフリーでレイアップ打つ、もしくはこの人がね例えばヌルキッチとかがこうやってちゃんと追いかけてでなっても、まあ結果的にポストプレーはできるじゃん、ここで1対1。だからポストプレーさせるときってボールと最初は逆サイドに置いてからヌルキッチを剥がすためにマキシーがスクリーンして、でスイッチしたらミスマッチだし、だからスイッチできないからあのヌルキッチが追いかけるしかないんだけど、まあ引っかかればフリーで打てるし、で引っかからなくてもこう最終的に1対1できるしみたいな、俺これが普通だと思ってたよ。でも NBA 見てるとまあ、もちろんこういうパターンも当然あるんだけど、わざわざポストプレーさせるのに、こうこの人を一回なんかこの辺でカールカットさせて、こうやってカールカットさせて、そっから一ポストプレーするみたいな、なんか最初よくわかんねえなと思って。だってフリーにならんやんこれ、どう考えても。仮にさ、この人がじゃあ引っかかりましたってなってもさ、この人ちょっとねヘルプ出たとしても、まあフリーにはならんよねこれ、すぐねリカバリーできる位置だから。なのにこうわざわざまずシューター、例えばマリック・ビーズリーとかをこうカールカットされせて、去年だったら AD がその後にポストプレーするみたいな。でもこんなところでカールカットさせてもさ、ビーズリーがさこの辺でシュート打てるわけもないし、意味わからんなと思ったんよ。でもここ 2,3 年で最近気づいたんが、あの今言ったさっきのさ、 KD がこう動きながらポストプレーしようとすると相手も動くからこう抑えづらいっていうのあるじゃん。だから今も KD 抑えてなくてパスが通らなかったっていうので、だったらこう動かなきゃいいよ。けどこの動かない状態だけだったらこうパスに対してまあフィジカル勝負になってしまう。だから一回この人カールカットさせますと。で何のためにカールカットさせるかっていうと、これカールカットした後にこいつちょっと邪魔するんよね。マジでほんのちょっとだけなんだけど、こいつにちょっとだけちょっかいかけるんよ。えいっつってちょっと俺通るよ、ちょっとどいてみたいな、えいえいえいみたいな、でちょっと邪魔だけさせて、ほんの少しだけこうなんかこうあのディナイだけできない状態にして、でパスカットされない状態作ってからこうパスを出すみたいな。でそうすればなんかこう動きながらこう相手にこうスティールされることもないし、まあもらいたい位置でちゃんともらえるしみたいな。でもしかしたらボーゲルも今の KD に対してはなんか動かしながらポストプレーさせるっていうよりかは、もうドンと構えてもらってステイした状態でなんかポストプレーする、そういうやり方に切り替えた方がこうなんかもしかしたらいいのかなみたいな、うん、なんかそういうのも大事かもしれないですね。まあサンズがそれをやったことを見たことはないから、まあボーゲルの
多分そのプレイブックには今のオフェンスはないんだろうけど、まあ、サンズでそのプレイが見れる可能性はすごく低いような気がするけど、さあリバウンドから KD にボールが渡って3決めて94対92。さあラムスクリーンからヌルキッチの、あ待って、なんかヌルキッチのドロップがちょっとディープドロップ気味になってる気がするな。さあレブロンへのダブルチーム、リーブスの超ロングディープ3決まらず、 KD がリバウンド取ってやばい、ドリブルしてからのこれダブルチーム来るぞ、あこれはグッパス、あとはリトルが決めてくれるかどうか、決まらない。ちょっと待って、もう一回戻していい、まあ、さすがにちょっとこれ AD 開けすぎだったかな、真ん中を、ね、ああまあでもヌルキッチはちゃんともらう位置、一回エルボーぐらいでもらってからドリブルついてキックアウトしたのか、まあまあまあ、いやでもちゃんとしてるね、すげえ、なんか AD めっちゃ疲れてそうだ、ボールが汗で濡れてるんだろうか、渡辺暇そうにしてるな。さあ AD に入れてズームアクション、おお、ヌルキッチを翻弄して、ただミドルが入らないが AD がリバウンド、あー決まらない、速攻ブッカがヘジテーション、リーブスグッディ、さあヌルキッチがポストプレイ面取ってるが、おー、デビンブッカが1対1しようとしてるけど、レブロンがすぐさまオーバーヘルプして簡単にドライブさせないようにしました。 KD マジ3入るな。リジェクトしてグレイソン・アレン VS レブロン、ポストプレイダブルチーム、わ引っかかった、危ない、レブロンらしからぬ、今バウンズパスしなかったのかな、ダブルチームされた時に普通のチェストパスというか真ん中通すパスすげえ危ない気がするけど、さあここでタイムアウトということで、タイムアウト飛ばしたいと思います。さあ勝った方がインシーズントーナメント準決勝確定、いやー物価が迷ってる、ヌルキッチのポストプレー久しぶりじゃない、ポストプレー勝てるのか、勝てない、もともと今日ヌルキッチ全然ポストプレーしないもんな、 AD に対してなんかこうゲームプランの中でヌルキッチのポストプレーの優先順位がすごく低かったんだろうね今日は、っていう状態の中でこう苦し紛れにちょっと俺ポストプレーしてみようかなってなっても、まあそれはあんま決まらんわな、気持ちで負けてるもんだってもう。さあリーブススピード速攻、うわー、いやミドル打つまではねいいんだけど、最後のシュートが決まんないね、リーブスグッディープリンス、さあブッカ1対1、お、やっぱ1対1多くなってるぞ、これ考察当たってるんじゃないか、いやプリンスグッディやな。さあピクイに対して、ここもまたスイッチするんだ、大丈夫な、うわーヌルキッチぶっ飛ばすって相当よな、さすがレブロンさん、うわグッディ、なんかレイカーズディフェンス硬、やっぱバンダビ戻ってきただけで層も厚くなるし、48分常にディフェンス硬い状態にできるね、強えな。タイムアウトということで、え、YN さんスパチャありがとうございます、いつもラジオ感覚で楽しく聞いてます、ナビさんが試合に出れなくなった要因と打開策は何になりますか、まあ、要因は、これインシーズントーナメントで負けられない戦いなので、これ普通の明日からの試合は普通に出ると思います渡辺、ただ今日はいわゆるもうプレーオフ、疑似プレーオフと言っても過言じゃないので、プレーオフレベルではないっていう評価をされてるっていう話ですね。だから試合に出れなくなった要因というか、このままだと、本番のプレーオフで出れないんだろうなっていう感じですね。だ要因というのは、まあ、これがインシーズントーナメントだからっていうのと、まあ、あと、渡辺がじゃあ3ポイントめっちゃ上手に決めてるかっつったら、ネッツの時よりは確率結構落ちてるんじゃないかな。で、スポットアップシューターって、で、特にまっさらなスポットアップシューターは、もう本当に、こう、3ポイント決める能力と、あとはディフェンスで相手を止める能力、この2つが、もうね、まあ、俺が言うまでもないと思うけど、これが要なわけよね。で、今、3ポイントの調子も上がらず、で、対レブロンを考えると、やっぱ渡辺、この間の試合でレブロンにボコボコにされたっていうのもあって、まあやっぱスカウティングを毎試合挟むからさ、 NBA もやっぱこの間ボコられた人をこの土壇場で出すっていうのは多分なかなか勇気がいることで、まあ、その男気を見せれるほど余裕がボーゲルの中にはなかったっていう感じなんじゃないですかね。これがなんか別に3ポイントの調子悪いで、ディフェンスもレブロにボコられるけど、なんかプラスアルファ他にもできますよっていうのがあればいいんだけど、残念ながら渡辺はもうこの
2つに特化した選手だから、この2つができないってなると、特にこういうもう負けたら終わりっていう試合ではなかなか使いづらいよなっていうのがあるよね。だまあ打開策としては、今ちょろっとサンズに来てからやらせてもらえるようになったランニングシュート、これを、これに磨きをかけることよね。そうすれば3のパーセンテージが伸びなくても、なんか走るだけでアトラクターとしておとりになったりとか、ゴーストスクリーンでデビンブッカーにスクリーンかけるふりして、でデビンブッカーが1対1でそのまま抜くとかね、ドライブして抜くとか、別に自分にボールが渡らなくても、なんか周りのチャンスを生かして周りのチャンスを演出できるよねみたいな。だからクレイ・トンプソンとかは常にそうやね、もう全然シュートが入らない日でもあそこまで使われるっていうのは、その今の3つ目のプラスアルファを持ってるからっていうのが大きいと思いますね。さあ KD3 外して100対97、さあ残り2分30秒、レブロンを止める術が今スイッチディフェンスするのかどうかみたいなところになってるけど、いやー結局これ前半と同じやられ方よな。なんかちょっと迷いに迷いまくってるね。ダービンハムがあれかな、ウイングに立たせないっていう作戦を俺が見逃してただけでやってたんかな、4ピリの頭とかで。それをやられたから、もうそのウイングからスタントするっていうディフェンスのシステムできなくなって、じゃあもうそうなったらスイッチしかない。でスイッチしたら今度レブロンにやられて、 AD にオフェンスリバウンド取られて、ああこれスイッチディフェンスも無理だ、ちょっと前半のディフェンスに元に戻そう、やったらまたレブロンにレイアップされてみたいな、そういう流れなんかな、もしかしたら。あ、俺どっちが勝つか今日はね、ちゃんとシャットアウトしてきました。この間ちょっとね、本当は知りたくなかったんだけど、間違えてスコア表示オンにしてしまってでしまったので、まあ、今日はねちゃんと我慢して、はい、誤爆しないようにシャットアウトしたので。さあタイムアウト、フィルハンディが何かレブロンに声をかけております。今日レブロン31点11アシスト5スティール。もう嘘だろ。もうすぐで39歳になる男のスタッツじゃねえだろ。ジッパーからビアスクリーン、ブッカーからヌルキッチに渡ってダンクっていうのが一番やりたかったプレーだけどやれなかった。さあデビュー、ムッカーが1対1して、いやーディフェンス硬い、ディフェンス硬っ。ボーゲルもこの表情よ、すごいね。 ATO をさ24秒バイオレーションにするって相当よ。相手が裏をつくセット使ってきてるのに、それをちゃんと対応してからのブッカーの1対1も対応して24秒バイオレーションでしょ、すげえな。雰囲気的にはこれレイカーズ行きそうだけどね、このままなら。さあリーブスがプルアップ3、ファールはもらえない、ただ AD がリバウンド取って決まらない、ただもう一回 AD にボールが当たる、ルーズボールがとことんレイカーズに行くね。踏んだんじゃない今、怪しいな、ハーフライン踏んでたんじゃない。さあリーブスがウイングからの3決まらず、さあ残り1分10秒、時間がない。 KD もうピックも呼ばず1対1、プルアップ決める。やっぱ1対1だとターンオーバーないもんね、素晴らしい。いやいいじゃん、アジャストだと思うよボーゲルも。102対99、さあ残り50秒、まずミスマッチを作ろうとしてレブロンに入る、いや簡単に入りすぎだけど、ああ落としてくれた、レイアップ落としてくれた。さあ残り40秒、いやー速攻のシーンだったけどレディッシュがファールで止めて、これはクリアパスになるんか。今日ブッカーはポイントガードとして微妙くないか、うん俺も思う。今日はねちょっと、あとこの間この1個前の試合もそうだったかな、特にねこの試合はちょっとポイントガードっぽくないって思ったけど、そのブッカーがちゃんとレイアップ決めて102対101。さあ1点差、これシュート外してリバウンド取っても多分4秒8秒ぐらいは残るか、8から4秒ぐらいは多分残りますね。あでもリーブス早めに打ったぞ。そこでめちゃくちゃ後半、まあ、シュートを狙いまくってたもんな。いやすごいな、俺レブロンと AD いて自分がクラッチでその2人差し置いて打つんだもんで決めるんだもん、すげえな。しかもこれ今日の試合だけじゃないもんね、リーブスこういうのも毎回あるよね。いやマジでリーブスクラッチ強すぎるだろ、去年も隠れクラッチ男やったからね、まあ、当然フォックスの方がねコンスタントには結果は残してるけど。ああタイムアウト、これでも4点差でしょ、もうワンポゼッションしかないから、まあ、早めにシュート決めて、まあ、オールコートプレスとか、まずはすぐファールせずにダブルチームでこうターンオーバーを狙って、でもう一回スティールしてレイアップいうのが、まあ、一番いい理想の展開ではありますね。さあ KD にボールを当たってレイアップ多いよ、でこっからは問題、ここはもうファールしちゃうとねフリースローになっちゃうから、ファールせずにダブルチームオールコートプレスでかけたよ。え何ファールだった今、リーブスただこけたように見えたけどね、ファールかこれ、ブッカグッティでしょ、足も引っかかってね、いや勝手にノーファーでしょ、いやこれもファールじゃないやろ、えタイムアウトか、あ、うん、そういうこと、
あ、これファールで止まったんじゃなくて、ファールで止まってからタイムアウト取ったんじゃなくて、あ、なるほどね、レブロンがタイムアウト取ったんか、リーブスがターンオーバーするっていう瞬間に。え、間に合ってる、間に合ってる、これギリリーブスまだボール保持してた判定。いやー、そら抗議したいわ、そらそう、うわフィズデイルいやー、そらそう。いやー、まあでも審判からしたらギリリーブスがボール保持してた判定なんだろうな。で残り7秒になって、レブロンがもう1回タイムアウト取って、でサイドラインからのオフェンスにしてからファールで AD がフリースロー獲得してファールゲームになりますと。で AD がフリースロー1本決め、2本目は、あ、2本目外した。サブッカがオラゴンで KD のプラップっていう終わり方か。いやでもめちゃめちゃ土着その接戦やんけ。惜しかったですね。はい、ちゅうことで、一通り、試合を見ましたが、結果的にレイカーズが、インシーズントーナメントの準決勝進出ということで。